マスオ TV。 はい、マスオ TV とアレンです。はい、よろしくお願いします。今日は久々にアレンさんに出演していただいて動画を撮っております。お願いします。ちょっと いきなりなんですが、アレンさん、はい、今日はですね、うん、今更ながらちょっとあることを決めたいと思います。あることを決める。はい、何でしょう。結構重大なこと。重大なこと今更決めます。何だろう。はい、何だと思いますか。え、何、結婚する。いや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 、なんすかなんすか。あのね、僕らね、はい、決めてなかったんですよね。決めてなかった。はい、何だろう何だろう。ヒントはですね、はい、今さら。今さら4月だけど。え、何あ、怖いでしょ。今年怖いでしょ。何ね、怖い、いきなりですか。今日の動画で何も言ってないですから ね, ね。あ、そうですね、聞いてないんで、何だろう。でも今ちょっとなんか出そうでしたよ、うん、あ、本当ですか。はい、はいはい。何だと思いますか。え、ちょっと思ったのが、はい、今年の目標。そうなんですそうなんですよ、皆さん。僕はですね、毎年動画で今年の目標はこれに決めたってね、決めて、で、書き記していつも貼っとくんですよ、うんうん、で、スマホの画面もその目標をまあ、書いとくというのがまあ、毎年やってることなんですよ。でもね、なんかよくわかんないけど今年しなかったんですよね、それ。確かになんか掃除動画で2020年の目標のまんまだった。そう、2020年の目標のまんまだし、マスオさん、2021年ですよ、今はってね、コメント欄にもありまして今年の目標をね、ちょっと決めなきゃなと思っております。もう4月ですけど。はい、まあ、ちなみにね、去年のね、目標ね、まあ、貼ってあるんですけど、まあ、全然達成できませんでした正直に言うと。ダイエットもね、見ての通りだしまあね、動画の企画でね、食べなきゃいけないからじゃあちょっと書いていきましょう。イエイ。ということで、アレンさんにも強制参加して書いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ書いていきましょう。もうね、書き方が大胆だもん、アレンさん。ほらそうっすか。もうさ、俺に枠なんて必要ねえっていうそれがヘビメタの魂っすよ。あの、はい、2021年が終わる頃になってたい姿を想像してこう書くと。あ、まるで僕はですね、はい、あれですね、こういうちょっと怪しい本に書いてあるかのように喋ってますけど自己啓発本みたいなね。自己啓発マスオ、マスオです新しいジャンル大事なのはできないと思うんじゃなくて、やりたいこととりあえず書く。はい、じゃあ書きましょう。はい、一番ね、ダイエットいやー、目標を書いてると心痛くなるな今できてない自分とこう、はい、対面することになりますね。それストイックだな。麻生さんもでもな、いろんなもの手に入れてるからな。いやいやいや、いろんなもの手に入れてじゃあできた人、はい、これで OK です。 OK です。じゃあアレンさんの方から、はい、じゃあ発表していただきましょう。はい、お願いします。アレンさんの目標はこちらになります。はい、はい、じゃあちょっと教えてください。はい、はい、まずですね、はい、僕ドラマーなんで、あの本業ですね、はい、なんでその練習を頑張ると。で、まあ、ライブがちょっと今なかなかできないというか難しい状況ですけど、そこで甘んじないで練習をするっていう。おお、そうそう、練習をする、練習をすると。で、あと YouTube の動画作成ですね。お、作ってましたもんね。そうなんですよ、結構頑張ってたんですけど、ちょっとやっぱね、大変な話だったっていや、めっちゃね、馬装さんすごいなってこう思います。ほんと毎日難しいんだよね、なんか、ね、モチベーションもそうだしさ、頑張ったのに再生数上がんなかったりさ、いろいろありますね。そうそうそう、ただそれ言い訳にしないでどんどん上げるっていうメンタリティじゃないとこの業界はね、難しいなって痛感してます。でもちょっとほんと、もう一回エンジン入れたいなって思ってます、はい、ってとこですね。筋トレですね、これあんまりやってこなくて、はい、ちょっと やろうかなみたいな、うんうんうん、体型維持ですね。え、はい、体型維持。いやいや、俺腹出てるんで。いやいやいや、これでさそんな腹出てるとか言われたら僕の腹どうなっちゃうわけよどうなっちゃうわけよ、どうなっちゃう、どうなっちゃう、どうなっちゃうわけよで、あと今年30歳になるんですよ。おめでとうございます。なんで
マスオさんみたいなダンディーな30代に。いや僕も結構良くないと思いますよ。いやいやいや、もうちょっとダンディーな、しっかりしたダンディーな男になりたいなと思っております。うわ、目標マスオさんで、最後がコロナでなかなかちょっとできないかもしれないですけど、まあ一応その希望も込めてマスオさんを俺の地元へ案内するっていう。行くって言ってましたね。そうそうっす、アレンさんのお父さんのこれね。そうですね。すごい揺れてますけど。これでしょ。一回バイオリンですね。実家、ね、スタジオあるんでそこにね行ってみたい、案内したいなっていうところですね。素晴らしい。お願いします。ありがとうございます。やっぱ目標立てるの重要ですね。大事ですね。はい。じゃあマスオさん、もういっぱいありますよ僕は。でもすごいいっぱい書いてます。はい。もうね、はい、去年から引き続きのやつばっかり。ということでマスオの目標はこちら。はい、こんな感じですか。まずダイエット67キロ。お、具体的。おととし75キロだったんですよ。はいはい。でちょっとダイエットするって言って73キロ、まあ2キロしか落としてないんですけど、2キロ落として、でもすごいすごい。でそっからまあずっと停滞してるんで、はい、ただマジでちょっと痩せようかなと思って、うんうんうん、パーソナルジム行くかもしれないです。いいっすね、うんうん、さっき電話しようかなと思った。おさっき書いて、あ、でも思い立ったらね、そう、すぐ行動。もう学んだんだ、自分じゃ痩せられないと。はい、去年から引き続き LINE スタンプ、あー言ってましたね。そうだそうだ、結局作んなかったんだよな。見たい最悪。やばいな。どういうやつでしたっけ。僕永遠に叶わないじゃん。え、もう自分でイラスト描こうかな。とりあえず一回作ってみよう。うん、いいっすね、イラスト自分で描いてみて。もう売れなくてもいいやね。いや売れますよ、売れますよ。いや売れないっすよ、売れないっすよ。どんどん気温悪そう。売れますよ、売れますよ。大事大事、売れますよ。とりあえず作ってみよう。もう売れなくてもいいな、うん、マスオさんの直筆イラストいいんじゃないですか、ね、まずは。そうですね、うん、そっからもうあれだね、別に YouTuber とかじゃなくてただ自分でやりたいことだね、うん、一回作ってみたいっていう。大事大事。はい、次、これはね、本当にやりたいのか分かんない。歌作る。あー、新曲。あー、別に桜に続く。別にね、別にあんまり別に作りたくないな。なんでいいじゃないですか。別に作りたくないな。え、ちょっとさ、次はあれじゃないですか、春じゃなくて夏とかイメージしたやつとか。次、じゃあ、はい、あれですかね、はい、タイトル、アイアンメイデン。知ってますね、メタル。そう聞きたいっすわ。もうね、あの演出最後僕ぐしゃぐしゃぐしゃってなるんですけど。逆に気になる。そう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 。じゃあ次、トイックの点数上げる。おお。点数上げるっていうか、受けたことないんですよ。でも受けてみたいなと思って。自分の英語力って今さ、大して僕高くないんですけど。でもレッスン通ってますもんね。まあ、久々にこの、はい、1週間2週間通ったんですよね、うん、1年ちょい分英語のレッスン買ったんですよ。でその期限が12月までなんですよね。あー、今年ので、週2回ぐらい2時間ずつぐらい受けないとポイント消化できないんですよ。あー、行かなきゃ。じゃあそう、はいはい、あのね、英語のやつ1年分買うと結構すごいいい値段するんだよ。100万ぐらいするんだよ。それ無駄になっちゃうでしょ。そう、やばいっすよ、それね。それやばいっすよね。もったいない、うん、せっかくのチャンス。すっごいもったいないでしょ、うん、だからちょっと通って、はい、トイックの点数上げる。まあちょっとね、目標点数は分かんない。なんか700がすごいあれですよね。じゃあ700。700、あ、いいっすね、いいっすね。分かんないから。700目指しましょう。いや目指したい。あとね、本を1ヶ月に1本読む。お、なんか初めて聞いた目標ですね、それ。すごい。なんかやっぱね、はい、活字を読むって重要かなと。ああ、素晴らしい。うん、アニメの中のね、うおーとかね、何々だろうとかね、転生したらとかね、そういう活字だけじゃなくて、ちゃんと本を読むかな。なんか一時期僕すごい本読んでたんですけど、内容を理解するってよりも、なんか自分自身について考える時間になるじゃないですか、本読むのって結構。確かに。だからちょっと読もうかなと思って。本だったら詳しいじゃないですかね。はい、一応ね、本で仕事してたんで。あの前職本の方ですから、ね。はい、出版で働いてた。すごい、ちゃんと、あの隣の家に住んでたアレンさんなんですけど、ちゃんとスーツ着てちゃんと社会人してた。してた。いや今もちゃんとやってた。まあ当時そうですね。そう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 、はい、やってたんで。本、あのしかもいい本教えてもらって、
ナポレオンヒル。あ、いやいやいや、恥ずかしい。いや、それか、別に大丈夫ですけど。あのね、あの自己啓発本をいっぱい読んだ時期もありました。いやね、あの本は本当にでもいい本だったっすね。いい本でしたよね。ここにちょっと出しておきます、パッてと。恥ずかしい。マスオ TV 調子。あ、でもいい本でした。なるようですね、うん、はい、で、次。なんかさ、部活動とかの強豪校ってノートつけてるじゃないですか、部活ノート。だから YouTube ノートみたいなのつけたら、なんかちょっと良くなるのかなと。日誌つけていく感じ。そう、日誌、まあ、日誌つけると、まあ、良くなるのかなと思って。まあ面白い動画を作るとか、そういう再生数アップとかにつながることだと思うんですけど、なんか日誌つけてる高校強いじゃないですか。あ、確かに安直だけど、まあそうですね、確かにっていう。なるほど。あとマッサージ師としてちょっと実力をつけたいなと。おお、久々にね。そう、 YouTuber にマッサージやってましたもんね。そうそうそう、もうちょっと上手くなりたい。あと、もうちょっと広い家に引っ越せたらいいなって。おお、まあ YouTuber は物がたまるっていうね、職業柄。だからもうちょっと田舎に行けばいいのかな。でも田舎に行ったら仕事やりづらくなるしな。筑波に引っ越しますか。待ってます。アレンさんの地元筑波。友達昔筑波に住んでたんですけど、数万円でめちゃくちゃ広い家でしたね。ああ、そうですよね。はい、めっちゃ安いと思います。その東京のに比べると、うん、その安くて広い家が買える。つくばいいんじゃないですか。ああ、でも、でもあれですよ、あの別に安くはないですからね。まあまあ、ね、そうそう、まあ、いいところですからね、うん、はい。これもハテナ、車。おー、いやでもね、運転しないって決めてるんですよ、僕事故るから。ただ分かんないのが、車を持ったらなんか変わるのかなっていうね。あ、例えばさ、キャンプ動画作れたりとかさ。確かにソロキャンとか流行ってますね。そう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 。あとちょっと動画の幅変わるのかなって。取ってきやもいけるしね。そう、取ってきやもいきやすいし。まあでも運転ってのが若干怖くはあるんですけど。はて、何しときます。朝早く起きて活動する習慣をつけるというオチも得も得もない。目標でした。素晴らしい。あ、じゃあ今からこうしようって言わない時点で叶うかどうかっていう、ね、いや、ストイックそんな大事です。なんかこう見えてきますけど、まあでもトイックは受けたいな。あ、ちょっと今から次のトイック見て、うんうん、受けてみようかな。いいっすね、うん、ペラペラになってくださいよ。そう、ペラペラ。アレンさんの、はい、アレンさんペラペラなんですけど、俺喋れないんですよ。やばいっすよ、裏でペラペラですよ。もうずっと What can I do? What can I do? めっちゃ迷ってるじゃないですか。はい、ということで新年度に変わりますので、皆さんもですね、今さら今年の目標を決めてみてはいかがでしょうか。なんか、あと言ってたのは、今年じゃなくて1ヶ月の目標にした方が叶いやすいってメンタリスト DAIGO さんが言ってましたよ。じゃあ1ヶ月で歌作りましょうか。ああ、そういう風にした方が。わっきゃらじゅう、わっきゃらじゅう、わっきゃらじゅう、わっきゃらじゅう。それ俺やん。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。はい、アレンさんのね、はい、YouTube もありますので、ぜひ頑張ります、見てみてくださいということで、以上、マスディビーとアレンでした。バイバーイ。わっきゃらじゅう、わっきゃらじゅう。バカにされてる。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。